今日は今日の箇所からイエスに対する中立な立場はないというタイトルで語っていきたいと思います。今の時代は中立な立場を保つのが以前よりも難しくなっているというふうに言われています。そんなに有名な作家ではありませんがアメリカのジェームズ・アル・ウッド氏が 最近彼が記事を書いたんですけれども特にアメリカを見ると1994年から2014年までは大体あのクリスチャンの価値観とかが世間からはそこまで嫌われることもなければそんなに好かれることもなかったどちらかというと真ん中らぐらいで来た歴史があるというふうに彼が話すんですねでも今は逆に中立な立場を クリスチャンとして持つのが非常に難しくなっていますというように彼が話すんですね。例えで言うと、特に最近アメリカで多いと思うんですが、中絶は私の権利ですというように叫ぶ女性たちがいます。中絶は a b o r t i o n is my right というふうにですね、中絶は私の権利ですという叫ぶ女性たちがいるわけなんですがあなたはどっちですかとよく聞かれます。あなたはどっちですかと聞かれたときに以前は いや別にそれ本人が決めればいいんじゃないっていうふうにですね言えばあ,あそうですかっていうふうに通じたことが今はそういうふうには通じない時代になっているということですねあなたもどちらなのか明確にしてくださいというふうに中立がきかない時代になってきていると LGBTQ でも同じです以前は LGBTQ どう思われますかってなった時に どうも思いませんとか言って、I have no comment って言ったらそれでよかったんですけど、も今は賛成しない限り時代遅れとかあなたの方が差別してるんではありませんかっていううに言われてしまう時代になってしまったと、そういった意味で中立の立場が非常に難しい時代を私たちは今生きていますように言われます。ロシアとウクライナが今戦争中なんですが、長年中立を保ってきたロシアとウクライナが今戦争中なんですが、長年中立を保ってきた フィンランドとスウェーデンが今北米の連盟の NATO に入ろうといううに準備をしています。今まで長くね中立立場だったのが中立ではこれからは生き残ることができないだろうという予測をしたんでしょうね。北朝鮮のミサイル実験が続く中、日本も韓国もアメリカとの関係を強化させています。私たちはもうどうでもいいとか中立になりますと わけでではないですね時代的に今は中立がそれほど難しいということです。昔ちょっとこれはユーモアな話なんですが、1860年代にアメリカで南北戦争があった時にですね、あるケンタッキー州にいた男性が、ケンタッキーってちょうどアメリカ東の真ん中ら辺にあるんですね。彼は私は南北戦争に加わらず中立を守りますというふうに宣言したんだそうです。私は最後までニュートロンになる。そして上は 北が来ているユニオン軍が来ている青色下は南の人たちが軍が来ているグレーパンツをズボンを履いていたんだそうですそしたらなんと両側から銃撃を受けたというそういう話を聞いています結局中立の立場って結局最後までねそんないいことないかもしれませんってことなんですが信仰的に 宗教的に中立な立場って持つこと可能なんでしょうか宗教的に中立になれますか今日の聖書箇所を見ると少し長かったので集中難しかったかもしれません。でも今日の聖書箇所を見ると人々がそれぞれの立場に分かれていくのを見ることができます。群衆として集まる人そしてイエスに選ばれる弟子たちが出てきます。 そしてイエスのの身内の人たち家族が出てくるんですがイエスが狂ったと言いながら家族が現れるそしてイエスが悪だというふうに主張する宗教指導者たちが今日出てきます主に4種類の人たちですねああまあプラス悪霊たちが出てくるわけなんですけれども今日の箇所はイエスという人物においては 中立な立場はないですよねというのを間接的に教えています。そして、あなたはどこに属していますかという質問を今日の歌詞は投げてくれます。Which group do you belong to? どのグループにあなたは属していますかなので今日の歌詞を私たちが読みながら、また学びながら、皆さんはどこに属している人なのかを検証して、またこれからイエスとどのような関係を結ぶかを 考える時間になれればと思います先々週ですね先週はペンテコステで先々週私たちが6節まで来たんですが6節でちょうどそのイエスが安息日を破って誰かを癒したということでイエスを殺そうというパリサイ人たちヘロデ島の人たちの計画が始まったのを見ることができますそして今日の7節に行きますと7節では 湖の方に退かれるおそらく少し休憩をとるために湖の方に行かれたことと思いますでもそこに大勢の人々がやってくるという場面になりますもうこの時点でイエスの噂話は全国的もう国境を越えて近隣国までイエスの噂が届いていたんですねそして多くの人々が 集ままってきますこの7節の後半見てくださいどこから人々が来ているのかユダヤっていうのはイエルサレムののある南の地方ですちょっと地図をすみませんこれ見にくいかもしれないんですが地図ちょっと出してもらえますかこれ少し地図が小さくて見にくいと思うんですが8節見ると「イエルサレムから人々がやってくる」っていうふうにありますで「イエルサレムが」がここで見ると「 ここですね。があります。エルサレムからも人々は来たし、イドマヤ、イドマヤどこですかここにイド,マヤがありますイドマヤっていうのはエジ,エジプトの上です。その地域から、そしてヨルダン川の向こう側っていうと、この右側の方ですね。ヨルダン川がここになので、向こう側っていうと、右側にいる人たち。そしてツロとシドン、シドンなんですが、 通路が左上の方にに西海岸に見えますねなので先っぽから先っぽまでもう上から下全国に渡ってもうヨルダン川向こうっていうと近隣国も国境を越えたかもしれません多くの人々がイエスのところにやってくるのを7節8節と見ることができますなので非常にイエスに対するその評判が良かったっていうことが分かるんですが 9節,から今日の9節から10節見ましょう。イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。これあの10節見ると分かるんですがイエスが多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。英語とかの表現 もうちょっと他の役もあるんですが「押し寄せてきた」っていうのは潰されるほど突撃してくるような勢いでやってきたっていうことを意味しています大勢の人々が押し寄せてきたのでもうここで海岸では話すことができずに小舟に乗ってて教えるっていうとうころが出てきますなのでこの10節の表現から見るとこの群れの人々は特に なんかメッセージを教えてください。聖書を教えてください。神様のことについて教えてくださいという雰囲気じゃないんですね。もう触ればいい、触れるだけでもいい、イエスにという感じで、病気を癒される、そしてイエスに行ったら何かいいことあるらしいよというように噂話を聞いてきている人たちなんですね。なので、そこまで霊的な何か希望があって、霊的に求めがあってきているわけではないかもしれません。イエスについて、 イエスのアイデンティティ正体を知ることなく来てた群れですね。クラウドピポー、群れです、ただの。イエスのことについてそこまでは知らない群れの人々が押し寄せてきた。で、このそれと対照的に11節から見るとイエスのことについてあまりにもよく知っている人たちが出てきた人たちっていうか悪霊なんですけど11節見てください。汚れた霊どもは イエスを見るために見舞いに触れ伏してあなたは神の子ですと叫んだイエスはご自分のことを知らせないようにと彼らを厳しく戒められた今日の箇所を見るとイエスの家族たちもイエスのことを理解してませんでした宗教指導者たちも誤解していましたね悪だというふうに呼んでいましたね群れもなかなか知ることがなかったただ明確に分かっているのは悪霊たちだけです あなたは神の子ですね」というふうに見抜いていますただ彼らはイエスが神の子ですねっていう叫ぶことによって人々に混乱を起こさせようというしてたんですねそのえこの方が病気を癒す方が神の子なのというふうに その罪許しとか私たちのために苦しんで亡くなるという意味を全く考えることがなくただただ単に王様にしようというようにそういう混乱を持たせようというのが悪霊たちの意図でありましたねなので12節を見るとイエスは彼らに自分が神の子であるということを知らせないように戒められることを見ることができますそして群れがいて悪霊たちがいて 13節から見ていくと12弟子を選ばれる場面が出てきます。山に登り望む者たちを呼び寄せられると12弟子がここで任命されていくんですが数千人単位で数万人単位で多分押し寄せてきたと思うんですね。そこで山に登って12人だけを選ばれます。 何かオーディションをして履歴書を見ながら選んだというよりかは指名されたという感じなんですね指名して12人を選ばれたご自分が望む者たちを呼び寄せられたなぜ12人だったんでしょうかなぜもうちょっとね35名とか40名ぐらいにはなれなかったなぜ12名をイエスは選ばれたのかこれマタイ19章28節見ると分かるんですが 過去12部族、イスラエルに12部族があったように、イエスはここで12弟子を選ばれています。この12弟子というのは、つまり、これからイエスが新しい国、新しいイスラエルを築いていくということを意味しています。イエスがこれからはこの新しい家族なので、新しいイスラエルを私は建国していきますという意味を持っています。そういった意味で、 14節15節見るとイエスは12人を任命し彼らを使徒と呼ばれた使わされていく福音の働きをする人たちですねそれは彼らをご自分のそばに置くためまた彼らを使わして選挙をさせ彼に悪霊を追い出す権威を持たせるためであったなのでここで主に主に 選ばれた理由が2つ出てきますまず14節を見ると「彼らをご自分のそばに置くため」「一緒に生活されるためであった」聖書を見るとイエスは弟子たちと3年間共同生活をされました現場で一緒に使えることを教えさせる。 その生活を通して教えたってことですよね。千人たちの群れのに囲まれてイエスが教えられることもあったんですが、十二弟子だけ集まっているときは内部事情を話したことがあります。あのパリサイ人たちいるんだけれども、彼らの偽善的なところは学ばなくていいよっていう,ふうに内部話を弟子たちにはしてたんですね。この悪霊を追い出せないのはもうちょっとこういう祈りが必要なんだよっていうのをそういう。 地上、を12弟子がいるところで話されることがあります。で、イエスが彼らを14節に戻ってみると、自分のそばに置くために選ばれた12人だけ。これはイエスキリストの弟子を作る弟子訓練法でもあります。This is the way of discipleship for Jesus. 弟子をどのように作るか。そばに置いて人生を共にすることを通して教えられる。 人生を共有するということです。Doing life together. そしてこのように生きるんだよというのを見せられたということです。変えて言えば教科書を教えながら弟子を作っていったというよりかは人生を通して弟子を作られた。一つ例えで言えるのは私が中学に上がるときに私は東の東久留米にあるクリスチャンアカデミー a d e m という あのインターナショナルに行ってたんですけれども私が5年生終わった後に6年生に上がる前にサマーースクールを1ヶ月ちょっっとと通ったことがあるんで,す、ね、でそのサマースクールに行った時に私とお姉さんを教えてくれたあともう一人の生徒がいたのかな集中的に私たちを教えてくれた教師がいたんですが。 私とお姉さんは非常に遠い距離をその時通っていましたこれ1992年度なんですけれども私たちはあの横浜に住んでいました横浜から乗り換え3回乗り換えてその東久留米まで2時間かけて行くんですねその時私5年生を終えたばかりのですよで2時朝2時間かけて学校に行くには朝まず5時半に起きます5時半に起きて5時50分ぐらいに朝食を食べます 朝食は喉を通らない時もあるんだけどとにかく食べる。で6時10分ぐらいには家を出ます。学校遠いから2時間かかるから。で行くわけですけれども8時半について授業始まって9時が過ぎるとお腹が空いてきます。<laughs> これ分かりますかね皆さん。お腹が空いてきて9時半10時になるとお腹めっちゃくちゃなります。でもランチの時間12時なんです。どうしますかこの23時間を。 耐えるしかないんです耐えるしかないで生徒が30人ぐらい座ってる時はそんなに音ってあんま聞こえないんですね。なんとかねなるもんですよただ34人が丸く座っていると全部聞こえますサマーースクール意外と教室が、ね、響くんですよね音がでそのサマースクール始まった時にもお姉さんと私は朝食は早かったので9時半になるともうおな鳴ってるわけです 恥ずかしくて授業どころじゃないですよね。もう恥ずかしい早く12時になってくれって感じなんですが、1週目はそのサマースクの時めちゃくちゃお腹空いてお腹めちゃくちゃなりました。で、2週目になったら、私たちを担当していた教師が2週目になったら、一緒にお腹がなり始めたんですね。だから、私たちだけじゃなくて10時過ぎたら、 彼女も彼女は大体50代半ばの女性でしたけど一緒にお腹が鳴っているこれがどういうことか皆さん分かりますか彼女は1週間私たちが家遠いからね朝食早く食べてくる学生たちを見て自分も2週目からは朝食抜きで来てたんですね彼女は自転車で学校に来てた人ですめっちゃ近いです お腹すくうわけがないんだけど彼女も2週目から自分も朝食抜きできて10時から12時は一緒にお腹が鳴るという一緒に笑ってました。We had a really good laughter 一緒に笑ってたわけですけど今思い出すと美しい光景です。<laughs> なんか分かりますか生徒たちめっちゃお腹空いてるので一緒に朝食抜きできて一緒におな鳴ってくる先生で今でも、ね、20数年経って今で30年近いか30年近い子に覚えてるのは 彼女が私たちにそのような愛情を注いでくれた実際に授業内容はあんまり30年前のように覚えてないです残念ながらただ彼女がこのように彼女はカナダから来てた宣教師だったんですけどもこのように私たちに愛情を注いでくれたで皆さん愛を教科書を通して学ぶとまあある程度こう,こういう愛なんだねっていうのを分かりますただ 人生を通して時間を共有することで学ぶと心に残りますそして私も将来そのように学生たちにやらなきゃという気になるということですよね人生を共にして弟子を作るっていうのはこういう意味でありますイエスがヨハネ13章で弟子たちと言いながら足を洗われるんですね足を洗った後にあなた方も私がやったように互いに 愛し合いなさい、使い合いなさいっていうのを教えられます。教科書を通して教えたわけじゃなくて、実際に生活を通して習慣を通して見せたっていうことですね。誰かと一緒に生活をすると、その人の習慣を見れると思います。ね、毎日会話しているとこの人いつも心配しているのかどうかもわかると思いますし、あどんな癖があるのか。 そして反対する人がいるときにどのような会話をするようにしているのか学ぶことができます会話その生活を通してそのようにそばに置いてご自分のそばに置いて育てさせるためにそうされたっていうことが分かりますなのでイエス・キリストの弟子訓練というのは聖書勉強会もちろん聖書をたくさん教えられましたでもそれと同時に 現場で生活の場を通して教えられたってことです。私が尊敬する牧師の中で、アリステル・ベベグという、進学校の先輩なんですけれども、アリステル・ベベグがなんていうかというと、Seminaries don't make pastors.Jesus makes pastors いうんですね。ただ、人が進学校に行って学んで出るからといって、自動的に牧師になるわけじゃないですよね。イエスと時間を過ごすことによって、その人が 牧師になっていくんですよ。人が育つわけですよねっていう話をします。イエスはご自分と時間を一緒に過ごせるように、社長そばに置かれた。あ、私たちの教会ではその小グループ家の教会というのをやっていますけれども、大事にしているところは信仰の先輩と信仰の後輩がその信仰生活が始まったばかりの人は一緒に集まって。 生活を分かち合うことです。今週はこんなことがありました。あんなことがありました。ちょっとつらかったんですよねという話もできるわけですけれども、人生を分かち合うことを通してチャレンジをし合うことができます。例えば家の教会の小グループの中で、今週はちょっとこの人を許すことができなかったのです。でも、 この人のために祈ることを決心して毎日祈ってるんです。というふうに分かっちゃいますよね。すると、キリスト教を初めて今学んでいる人がそれを聞いて、クリスチャンって嫌ってる人がいても、その人のために祈るんだ。えー、私もやってみようかなというふうになるということです。生活を共有することで人が学んでいく、またそれを真似していくということです。家の教会では別にその 三位一体のこととか、距離を学んじゃいけないというわけではありません。ただ、それ以上に重要なのは、人生を分かち合いながら、私の人生を見てください。Look at my life というような形で、そばにいさせることで、人を育てていくことができるということです。そういった意味で、ここからイエス・キリストがなされた弟子訓練法を私たちも、家の教会、小グループを通してやっているということになります。その 何何にににががりりまますすかかそばに置くと何につながりますか次見ると彼らを使わせて宣教をさせ15節15次の箇所に行くと彼に悪霊を追い出す権威を持たせるためであるつまり霊的に備えさせるためです一緒に時間を過ごして彼らは学びそしてもっと備えられて宣教の働きのために出ていく 霊的に備えさせるために時間を一緒に過ごされた十二人先ほど12人が選ばれたというふうに言いましたけれども大勢の人から弟子を区別して選ばれますあなた方はこの人たちとは違うんだよ召された人たちなんだよというふうに弟子たちを呼ばれるんですね アーシスプラールという牧師がこれについてこう言われます。12人を選ばれたという事実をこう言います。本当の教会に呼ばれた人たちはすべてミクニに使えるものとされる、任命されるものとなる。True church is made up of those who are called into kingdom service. ミクニに呼ばれたものはみんなミクニに使えるものとされるのですよという,うに。 そのように12弟子を選ばれますここから続き20節21節行いくと展開がちょっと変わるんですね。変わる展開20節から見ていきますね。さてイエスは家に戻られた山に登ってから戻ってこられるんです。すると群衆が再び集まってきたので。 イエスと弟子たちは食事をする暇の中で非常に忙しかったということですね。21節これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。この身内っていうのは家族メンバーそして親族という意味があります。身近なものなのでおそらく兄弟たち母と兄弟たちだったでしょう。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。 ああここでちょっと展開がかなり変わっていくんですが十二弟子を選んで今すごい恵まれている時点なので家族がやってきては「おいちょっとイエスの様子がおかしいぞ連れ戻そう」でこの連れ戻そうという単語は実は束縛する縛り上げて束縛するという意味が早くもうねこれを制限しなきゃいけないという意味で彼らはやってきています他の福音書を見ると名前が出るんですが マルコ6章に出ますね。イエスには兄弟たちがいました。名前もマルコ6章3節見ると出ます。ヤコブとヨセとユダとシモンといった兄弟たちがいたんですね。で彼らは自分のお兄さんが神のことか救い主だということを最初は信じなかった人たちです。なのであこの箇所もそうですし31節とか32節を見ると。 またやってきて、三十一節、ここでも母とこれマリアですね、母と兄弟たちがやってきて、これ、注目してみて、外に立っています。外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ三十二節見ても、三十二節見ても、強調されているのが、彼らが外に来ておられます。うう家族である兄弟たちが外に立っている。群れは今、 家の中、イエスと共にいるんだけれども家族は外にいる距離感を表す文章になっています今家族なんだけども実は霊的には遠くなってしまっている家族メンバーはイエスが行き過ぎたというふうにこの時点で思っているわけですねちょっと精神的にどっかおかしくなった調子に乗ってそうだ私神の子だ私の弟子になれというふうに調子に乗ってるんじゃないかと思ったわけですねイエスが人の罪を許すとか 安息日の主ですとか主でですすととかか宗教指導者たちに命狙われるまでになったこれはいけない精神的におかしいんじゃないか連れ戻そうという風になったわけです皆さんどうでしょうか皆さんが見てちょっと気がおかしくなりますがイエスという人物が私この教会を始めた1年目に聖書勉強会を一緒に福音書を 誰かと学んでいたんですけれどもクリスチャンではない方と学んでいたんですがその方が福音書を読むところで大祭司の前に立ったイエスがそうです私がキリスト神の子ですという自分から言うんですよねそしたらその VIP の方が一緒に聖書を勉強した方がこう言ったんですねうわなりきってるっていう,うに言ったんですね完全にもうこれなりきってるモードだよねって。 人間がそうです私が救い主キリストだっていうにすごい演技力じゃないっていうになりきってるというそういうコメントをしたんですね実際皆さんどうでしょうかこれ見ながらそう思われますかちょっと行き過ぎだよな普通の人間がここまでイエスはただのスケツオフレニックその統合失調症の人だったのか狂った人だったのか実際に福音書全部読むとどうなんでしょうかあギャリー コリンズという心理学者がいるんですが彼が精神科の医師です心理学者で精神科の医師が福音書を全部読んだ後にこのイエスの精神状態をこのように説明したんですねこの文書から自分が検証できる診断できるところをこういったんですねこのイエスという人物は愛の人だった でも同情するからといって行動に現れる異変は見当たらない大勢の人に囲まれても決して高慢になることなくそして忙しさの中彼は静まる時間を作ってよくバランスを保っていた生活をしていたのが分かる当時あまりにも大切にされない女性や子どもたちに気を配ったこともあったし 人々の罪を妥協することなく全ての人を受け入れられるしかも全員の状況に合わせて会話をすることができる高いヒューメンスキルを持っているのも分かるというんですねその精神科の意識がこう言いますイエスを福音書から見ると結論的に言うと私がお医者さんとしてイエスが精神病に苦しんでいた症状は全く見出すことができない さらに言えば、私が知っている人の中で、私を含めて、イエスの方が精神的状態は健康であったというふうに彼が言うんですね。なので、福音書を見る限り、イエスが狂っていたとか、気がおかしくなっていたとかはなかったということです。イエスがこのように見られてしまったというのは、聖書を読むと分かるんですが、クリスチャンがよく受ける誤解でもあります。パウロも同じ誤解を受けましたよね。 あなた狂ってるの気がおかしくなってるのかクリスチャンになって神様を愛し使える人生を生きると「あなた大丈夫?」っていううに言われることがあるということですイエスが今日は家族たちにそのように誤解されるのが分かりますでここまで見るとちょっと見ますね群衆がいて十二弟子がいてイエスを 狂ったというように、誤解をしている家族が、三種類の人たちがいます。群衆十二弟子と、誤解している家族たち。最後に出てくる人たちが、二十二節にいるんですが。宗教指導者、二十二節見てください。また、イエルサレムから下ってきた立法学者たちも。彼はゼルゼブルに、疲れている。とか、悪霊どもの頭によって、悪霊どもを追い出しているといった。 ゼルゼブルっていうのはハエの王とかバールの王子とかそういうにも訳されますが結局はサタンの頭だという意味を持っていますなのでサタンの頭として悪霊を追い出しているんだというふうに言うわけですね23節そこでイエスは彼らを呼び寄せてたとえで語られるこれも優しいのわかりますよね お前悪霊だとか言われたのにもかかわらず23節で見ると彼らを呼び寄せて語られます。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですかそして続けて24節から30節見ていきますね。これが最後のまあ今日フォーカスするのでその後にちょっと結論にいくんですが24節イエスが彼らに話される話です。 もし国が内部で分裂していたらその国は立ち行きませんもし家が内部で分裂したらその家は立ち行きませんもしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら立ち行かずに滅んでしまいますまず強いものを縛り上げなければ誰も強いものの家に入って 家をを略略奪奪すすることはででききまません縛り上げればその家を略奪できますつまりまあ泥棒なんかが家に入ってその主人を一番強い男性を縛りつけない限り盗みができないでしょうという意味ですね。2 7節。28節。誠にあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし、精霊を冒涜する者は。 誰も永遠に許されず永遠の罪に定められます。このように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊につかれているつまりそのサタンの霊ベルゼブルによってサタンあの悪霊を追い出していると言ったからですね。なので汚れた霊につかれていると言ったからである。でこの29節、特に29節見ると クリスチャンがよくする質問があります。この永遠に許されることのない罪って何ですかっていうふうに。29節見ますか十九節見ると、永遠に許されない罪が出てます。これ、どこなん,こなんでしょうか少し27節か,ら27節から説明します。ここに出てくる強いものは、 サタンを意味します。悪魔です。この強いものはサタンです。サタンの領域であるこの世に来られたイエスは今精霊の力によって強いものを縛り上げて人々の病気を癒したり福音を語られています。そのようにこの27節は解釈されます。イエスは強いものサタンを縛り上げて今 福音の働きをなさっている人々を救われているでこれを神の霊精霊を通してやっているんですが宗教指導者たちはこれを見てあなたは悪霊を通して今悪霊たちを追い出しているというう言ったわけですねなので精霊を悪霊だというように冒涜していますジョン・ミルトンの「パラダイス・ロスというの失楽園というその 本を見ると、サタンが悪よ、私の最高の良いものになってくれというセリフがあるんですね。悪に対して良い、私の最高の良いものになってくれつまり悪を良いといううに呼んで良いものを悪だといううに呼ぶサタンが出てきます。ここで分かりますか宗教指導者たちがやっていることが良いものを見ながら 悪だという,うに言っています矛盾しています道徳的基準も全くありませんイエスの働き良い精霊による良い働きを悪だというふうに呼んでいますなので結局精霊がここにあなた方を救いに来ておられる救い主を通して精霊が働いておられるんだけどあなた方はそれを否定してそれを悪だと呼んでいる精霊を冒涜している 結局あなた方がどうしてそれが許されようなのでこれ言い換えればこういうことになります。この29節で言われている許されない罪っていうのは言い換えれば精霊が見せてくださる救い主イエスを否定するならばその不信仰は許されることがないでしょうという意味であります。 精霊が見せてくださるイエスを結局悪霊だとかそういうふうに拒むならばそれは許される罪ではありませんねっていうのを意味しています今日の箇所少し長めでしたけれどもまとめていきますね CS ルイスがキリスト教の清髄で福音書を見るとイエスに対する3つのポジションがあるといいますね3つのポジションはイエスは狂っていたか 自分が普通の人間だったのに神だと主張する狂っていた人間かそれとも悪魔だったか宗教指導者たちが悪魔だって言っていますねそれか本当に私たちが見舞いにひれ伏すべき神だったのかこの3つの選択肢しかないっていうふうに c s ル i s は言いましたつまりイエスに対してあでもいい愛を伝えた教師ですよねぐらいであ 認識をしてはできないその選択肢を福音書は与えていないということですねその中立的なポジションを持つことはできませんというのを話していますじゃあ皆さんに聞きますね皆さんはどんなポジションにいますかイエスに対してどんなポジションですか狂っていたと思いますかいや悪魔だというふうに思いますかそれとも私たちがひれ伏して拝むべき神であった どっちの選択肢ですか皆さんはこの3つの中そしてイエスとの関係において皆さんはどこのポジションにいるか聞いてみてください今日は群衆がいました群衆12弟子そして家族たちがいて宗教指導者たちがいました皆さんはどこに属している人たちですかイエスの関係の中でどの関係ですか 三十一節三十二節で家族がまた来てイエスはその家族が探しに来ているところでこう答えられます三十三から三十五するとイエスは彼らに答えて家族たちにそしてそこに集まっている人たちに言いますね私の母私の兄弟とは誰でしょうかと言われたそしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われたご覧なさい私の母私の兄弟です 誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹、母なのです。という,ふうに最後に宣言されます。キリスト教の弁償学者、アポロジスの中で、2017年にがんになって亡くなったナビール・カレーシュという人がいましたパキスタン。両親が多分パキスタン出身だったと思うんですが、アメリカ育ちの人なんですね。 でこのナビールという男性は有名な本を結構知られている本なんですが Seeking Allah Finding Jesus というアラーというイスラム教の神ですよねアラーを探してイエスを発見しましたという本を残した人ですで彼はパキスただのパキスタン出身ではなくてお母さんがイスラム教の宣教師でもあったんですね つまりイスラム教の教職の息子として育ちますでナビールのおじいちゃんはウガンダでお医者をやりながらまたイスラム教徒たちを教えていた教師でもあったんですねそういった家系で育ったのでナビールは毎日のようにコーランを暗記するようなそういう生活を送っていましたでナビールが大学に初めて行った時にキャンプで ルームメイトでクリスシャンのルームメートが聖書を読んでいたのでちょっかいを出しながらそのキリスト教というものはどんなものかを挑戦していったわけです。でナビールは大学大学院または医学部に行ってお医者さんになる準備をするんですが大学に入って4年間の間そのルームメートとコミュニケーションをとりながら真理を見つけるために キリスト教を勉強していくんです聖書非常に頭の良い人なんですがナビール自分が信じるコーランとそしてこの聖書どちらが真理なのかそして両方の本を置いて神様にも祈ったんだそうです歴史書を一緒に見ながら見比べながら検証しながら研究をしていくんですね4年かけて彼が出した結論があるんですが4年後に私は イエスをコーランがただ彼が予言者であったというが予言者ではなく想像のしかみだということを信じますという告白するんですね。4年かけてで。彼がそのように信じたというところまでもすごいんですけれども彼には大きな悩みがあったんですね。大学院の時に彼イエスに救われますけれども彼が迷った部分というのは 私がイエス・キリストを選ぶと私の家族先祖たちを見捨てることになるんですっていう,うにうちの,その彼の場合お母さんが宣教しそしておじいちゃんもウガンダでそういう宣教活動をしてたイスラム教徒経験な人たちだった私がキリスト者になるとすべてにノーっていうすべてを捨てることになる反対することになる彼が両親に行って 自分がクリスチャンになったことを伝えるんですね。そしたら、両親が彼に何て言ったかというと、お前、精神科に行ってこいっていうふうに彼に言ったんだそうです。精神科のカウンセリングを予約してくれたで。彼は従順的な息子だったので、本当に行ったんだそうです、カウンセリングに。カウンセリングに行って、全部カウンセリングセッションも受けて、でも彼の信仰は変わりませんでした、キリスト教の信仰は。 彼2017年にガンで亡くなっていますけどその前に彼の証を聞くとこんなことを言ってるんですね。私はこの地上にいる家族に続けて伝道します伝道していきますでももし地上の家族を失っても私には既に永遠の神の家族が与えられているのですという証を彼がしてたんですね。 彼が言うイスラム教とキリスト教の一番の違いは何だったんですかという質問に彼がこう答えてるんですねイスラム教を見るとコーランを見ると特に守らなきゃいけないことがたくさんあるんですまあもちろんキリスト教も立法がないわけじゃないけれども彼が初めて聖書を読んで福音書を読み上げていったときに人生初めて神の慰めを感じたって言うんですね 慰めとはいまたいご章を読み上げていくのに心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだからですという歌詞を読み上げるのに今まではコーラン読み上げるとき今までは体験したことのない心の感動を覚えて神が私を慰めてくれているというのを感じたんだそうですそして聖書を読んだらそこには私を慰めるだけではなくて私を 兄弟と呼んでくださる救い主イエスがいたそれを通して彼はそのような証しをこのように残しています皆さん聖書箇所を見るとこの救い主イエスは強い方だというふうに出てきます He's a strong one 今日の27節で強い強い,も強いものっていうのはそのサタンを意味している ところなんですが聖書全体的に見るとイエスはそれよりも強い方なのですサタンがその前ではひれ伏して怯えるようなそれほどイエスは強い方であると聖書は語りますでもこの偉大なる方がこの地上に来て生涯が終わる前に弟子たちはその強い方が縛り上げられるのを見ることになりますそんなに強い方が 最後には縛り上げられるそして十字架に十字架にかかっていく姿をデシ長は見るわけですみんな怖くてヨハネイが全員逃げますけれどもその強い方は王座に向かっていったわけではなくて十字架に歩んでいかれた聖書は言いますこの強い方が十字架の上で弱くなられたのは 十字架の上で見スレられたのはあなたを救うため、そしてあなたを強め、あなたを一人の兄弟として、姉妹として、神の家族に受け入れるためであったという,うに、聖書は語っています。そして今日の箇所を通して、イエス・キリストは語られます私に対するあなたのポジションは何なのかと聞かれます。Which group do you belong to? 軍手だったり、弟子だったり、 疑うもの、悪霊と呼んでいるもの、あなたはどこに属しているものなのかそしてイエス・キリストは最後にはっきりおっしゃられます私はあなたを神の家族として招き入れていますというのを語られています。カ i n ン・サイ e 外にいるんじゃない m カ i n ン・サイ e というふうに最後に語られているということです。皆さんはその招きにどう応答したいでしょうか今日の最後の適用ポイントは、信仰者であるなら皆さん、 群衆にとどまらず三国の前身のために仕えるものとなってください弟子で,であるならばそして最後に神の家族の一員になってください互いに兄弟姉妹と呼び合うような共同体生活を共にする一員ですね今日この後に転入会もありますけれどもそういう意味があります私たちは体のキリストの体の一部となりその生活を共にします キリストの体を立てて上げていきますなので皆さんもぜひそういったところでも共同体の一員になることを検討していただければと思います一緒にお祈り捧げましょう天の死なる神様今日マルカ三章後半を通してイエス・キリストがどんな方なのかをもう一度学いましたそしてその周りにいた人たちそれぞれのポジションを見ましたイエス・キリストにおいては中立なポジションはなく みんながそれぞれぞのポジションを持っていま,したまだイエス・キリストを救い主として受け入れることのないただ祝福を望む群衆そして使わされていく訓練される弟子たちまた誤解したりイエスを悪,霊悪だと呼ぶ人たちもいました私たちはどこに属するのでしょうかまた28章にあるようにイエス・キリストは私たちを弟子として呼ばれました そしてまた弟子を作りなさいというように使わせてくださいました。クリスチャンとしてのアイデンティティを覚えて今日の御言葉をしっかりと掴んでいくことができますように助けてください。まだ家族の一人のようになっていない外に立っている信徒がいるでしょうか。死をどうか助けてくださり弟子たちを共同体 Life、コミュニティの中に導かれたように全員がコミュニティの中で 生活を共にしながら成長できますように助けてください。今日の御言葉感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン